はい、皆さんどうもエリッチです。ということで、ちょっとしてね、今後のねお話についてちょっとしたいなということで、このような場を設けました。で、現時点ここどこそう思われる方が多いと思います。まあこれを後々にねやっていきたいワールドになってはいますので、まあ楽しみにしてください。一応何のモッドかはわからないようにはしてるんで、今のところ何のモッドかは見てからのお楽しみということで、うん。現状なんですけど、今したいっていうか、このようなことをしたいっていうのはね、ちょっといろいろあってね、ちょっと自分でも追いついてない状況ではいるんですよね。じゃあ、ね、ちょっとまず一つちょっとお詫びしたいことを先にね言いたいなと思います。私視点で撮ってるあのアクスの実況だったり、黄昏の視点だったりね、その辺もろもろがですね、ちょっとデータがちょっとやらかしてしまいましたね。いや、消したとかはそういうのではないんです。消したとかじゃないんですけども、雨降ってきたよ。雨降ってきちゃったよ。やらかしたかそういうのではないんですけどもね、あのやらかしてはいるんですけど、消えたわけではないんです。消えたとは思いたくない。でもデータが手に入んないっていうか、私のね持ってるねハードディスクの質がね障害起こしちゃってね、繋がらないんですよね。そうなんですよ、繋がらないんですよ。そのためにね、アクロスの実況の方をねちょっと長期の休暇にねしたいなと思います。修理すれば多分データもちゃんと戻ってくるとは思うんですけどね、多分戻ってくるとは思うんですけども、いやー、調べたらねこいつの値段がねすっごいバカでかかったのよね。ちょっとね今修理出そうにもね出せん額やったからね、まだね修理出してないんだわさ。4月のね頭エイプリルフールでね怒っちゃったんですけどね、ちょっと今は無理だっていう話になって、ちょっと修理には出してないんです。まあ自分でやって壊すのも嫌だなんでね。なんでね、視点の方は、黄昏の方はね、ナミアの視点がね、残ってるんでね、そちらの方、パッと一つ分だけに残ってるんでね、それで投稿して、また新しく私の視点もね、追加したやつを投稿する予定です。もしデータがね、復旧して私視点のね、動画が、投稿できるようになれば、あの秘密部屋の方でちょっと投稿はしたいなと思ってます。それとあとちょっと裏であったネタの茶番の動画だったり捨てるのもあるので、そちらの方もね寝床じゃない秘密部屋の方であげたいなと思います。で、次にですね、今後やっていきたいなと思ってることをいろいろあげたいなと思います。まず一つ目、この今のこのワールドですね、コマンド打ったらねそのものにはなるんですけど、現状のところはこれまだばらしてはないです。これもねこの辺とかも実質飾りでしかない飾らしてがな飾りだけでしかないので、実質今のところここにこのところ自体にその実況するものは出ていません。まあするとなってもセカンドシーズンのものになるんですけどね、これ言ったらバレるかもちろんマルチでできるようにねしたので願い通りマルチでちょっとやっていけたらなと思います。強制じゃないタイプにねしちゃったのでね、まあうん仕方ないんですけど、まあいいじゃんという感じ。一人の時もあるかもしれない
ましてや他の人が来るかもしれない。わかんねえだよそれがまだまあ実質オープニング撮影したその動画のやつもね、もともと貼ったハードディスクの方に保存しちゃったから、ちょっと再度撮影し直しになって、あーやる気がってなっちゃってますけど、まあ後々投稿できたらいいなと思ってるので楽しみにはしてくださいな。で次ですね、またこれまた前からのお話になっちゃうんですけど、ちょっとしたね企画のものなのかな、それをねちょっと考えてはいるんですけども、まだちょっとねゲームバランスだったりとか、そのコマンド作成だったりとか、その辺がまだ全然ね考えがついてないっていうか、作成とか全くできてない状態なんで、これいつになるかが本当にわからない。まあとりあえず何かと何か合わせたちょっとしてゲームをね考えてはいるんで、実現できたらなーって思ってるけど、これはどうかはできるかどうかちょっとわかんない、そんな感じです。では次、ですね、今現状ほのぼの実況チャンネルというニックネームでねちょっと今やってるんですけど、もしかしたらチャンネルネームをもしかしたら変えるかもしれない。まあずっと前にねナミヤが言ってたんですけど、ほのぼのだからね、ほのぼのたち実況じゃないもんなとかいう、そんなことをねボソッと言ったことを動画にしてたっけかな、生放送で言ってたっけかな、ちょっとその辺はちょっと覚えてないんだけど、そんなことをね言ってたんですよね。それでもしあれだったらオスの人たちでも投稿できるよね、ちょっとした名前にしたいなと思います。まあもともとうちがやってたんでね、女子っぽいな名前になってしまったのが元も子もないんですけども、そろそろ変えるかっていう風な感じでちょっと考えてはいます。まあグループ化したいっていう風なことは言ってたのでね、本格的なグループ化にしたいとは思ってます。まあ編集してくれる人がいればいいんですけどね、泣きまあうん、もともとねツイッターの方でねひっそり募集の方はしてたんですけど、ここ最近ねようやく10人フルで集まったので一旦募集はね止めたんですけど、まあもしかしたら状況によっては変わるかもしれない、変わるかもしれないけど、もう募集はしたくないよな、確定したよなメンツ、そんな感じですなもう考えがありすぎて、うん。で、あとうちが今のところやってるのといえば、またまた別のちょっとチャンネルの運営をしていたりだとか、これはちょっと言えないんですけどね、まだ。あとはまあ新しいちょっと立ち絵を作ってたりとか、チビのサイズ、チビキャラサイズのね立ち絵をちょっと今作成してるんですけどね、ちょっと待って、下絵は完成したんだけど、あと一人ちょっとまだなんだけど、新しく入ってきた人が、それとあの下絵は完成してるんですけど、まだ本格的な書きに始めてないっていう、それがあるんですよねそんな感じなんです。今ちょっと私の方ではフルスキーの方をちょっと広げすぎたなって感じで、なかなか編集にも追いつけない、絵も描けない、あーどうしようってなってます、辛いです。なんでこれからちょっといろいろ考えつつこのチャンネル運営していけたらなと思っております。で、あとちょっとしたお話もう一つさせていただきます。実はですね、だいぶ前1月だったかな、1月あたりに、前まで投稿しておりました MMD の極楽浄土の方がね、まさかのねブロック扱いされました。そのせいでね再度投稿したりとか音源の設定変えたりとかいろいろしてやったんですけど、
どうもこうもダメで、どうしようかなって思った結果、ツイッターで文化祭であげることになりました。それともう一つよ、もう一つまたブロック扱いで投稿できなかったものが一つあるんで、これもね文化祭で同時に投稿ってかツイッター上にあげてはいます。あのそれと何だっけ名前が忘れたけど、あ、モーメントや、モーメントの方にね、その MMD の動画はまとめたので、下記リンク説明欄の方に転載はしておきますので、もし見たいという方がおりましたら見てください。あの、アカウント持ってなくても見れる形になってました。ログアウト状態で見たので、確かなはず。お知らせ的にはそんな感じかな。ちょっといろいろやりたいこともあるので頑張ってやっていけたらなと思ってます。あと仕事を辞めたい仕事辞めて変身宣伝したいよ。そんな感じなので、ちょっとお金のこともあったり、企画をしているものもあったり、なんかいろいろ重なった状態になってます。はい、ということなんで、ちょっとこれからもちょっとしばらく低ペースになっちゃうかもしれませんですが、これからもどうぞね、よろしくお願いできたらなと思っております。あ、どうもエリッチですこれですか、私のサブアカウントです。えへ、壊しちゃった、後で直しとく、壊しちゃったあとで直しておきますじゃあということで、大事かなまたのご視聴バイビー、だから破壊神かって